クもルカもどこにいるんだろう。見たいって言ってたからせっかくスマホに入れて持ってきたのにな。ん？ん？ああ、みんなもここにいたんだね。そうだ、みんなも見る？僕たちの最初の MV！ まあ、初めて共作したやつだからクオリティは高くないんだけど。みんな！水木、どうしたの？それはこっちのセリフだよ。みんな揃ってどうしたの？アイデアに詰まったから意見をもらおうと思ってこっちに来たらエナもいて。そ、私はちょっと気分転換にね。そうだったんだ。賑やか、嬉しい、ふふ、本当ね。今日も退屈しないで済みそうだな。それで水木はどうしたの？休憩？あ、僕は前にミクたちが最初に作った MV を見てみたいって言ってたから用意してきたんだよ。最初の MV か、懐かしいな。そうだね。奏が感じたまま作っていいって言うからすごく悩んじゃったけど。ああ、確かに急にそう言われたら困るよね。ごめん。ううん、あれのおかげで水木ともすごくたくさん話せていい MV ができたから。じゃあ、麻酔が来たらみんなで見ましょうか。そうだね。今日は時間があれば来るって言ってたけど。あ、真冬。あらあら、噂をすればなんとやらね。来られてよかった。でもいつもより早かったね。びっくりしたよ。お母さんが早く寝たから。そっか。ん？真冬ちょっと髪濡れてない？お風呂に入った後、髪乾かしきれてなかったみたい。それくらい乾かしてから来ればよかったのに。あ、でもそれってつまり、よっぽど早く来たかったってことかしら。わからないけど、早く行こうとは思った。そっか。真冬のその気持ち、わかるな。みんなといると、なんだかほっとするから、早く行きたくなるんだよね。そう、なのかも。それじゃあ、早速みんなで MV を、って思ったけど、その前に、ちょっとだけ歌わない？え？なんか今、そんな気分なんだよね。みんなで歌いたいなって。まあ、いいんじゃない？やったー！ありがとう！かなでも真冬も、いい？うん。いいよ。私も歌いたいな。よーし！それじゃあ歌おう！みんなも聴いてくれると嬉しいな。行くよ！君の夜をくれ。悲しい話。
聞いてくれてありがとう。やっぱり楽しいな。みずき、嬉しそう。そうだね。あ、そうだ、歌ったことだし、みんなで一緒に MV 見ようよ。 MV？ ああ、そこから説明しないとわかんないか。みずきたちと一番最初に作った MV だって。まあ、見てみたらわかるんじゃないかしら。うんうん、きっと懐かしい気持ちになるんじゃないかな。